はい、それでは久々にスーパーマリオメーカーやってみたいと思います。まあ、今回もねコースは作らないんですけれども、新しくイベントコースというものが追加されたようなので、そちらをねちょっとやってみたいなと思います。何やろうかな。なんかいろいろとね追加されてるんですけれども、これちょっとゼルダの伝説トライフォース三重士っていうのも気になるんですけど、何やろうかな。あ、バカリズムランドっていうのがありますね。気になる。ちょっとやってみようかな。バカリズムさんが作ったコース楽しみだな。ちょっとやってみよう。さあ、結構意地悪な仕掛けがあると書いてあったので心配本当にねマリオ下手くそなのでいけるかな。何もない。でもなんか本当に、あ、おー、キノコやった。意地悪意地悪なんちゅうことだ。せっかく手に入れたのに、もう隠しブロックはないのか。わ、意地悪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 。わあ。これどうやって上行くんだ。よっ、あ、乗っけれた。やった。オッケー。よし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 。これ取んないと進めないでしょう。おそらく。どうしよう。このクリボーでやられるとマジで泣きたくなるので、オッケー。で上物なんか、ああそうくると思ったぜ。でもまさかでっかいのこの子だとは思わなかったけど、これどうやっていこう。これ倒さなきゃいけないよね。どうしよう。 OK、 これで一応は通れるか。よっ、うわ、タイミングがすごい難しいどうやっていけっちゅうのこれ。よし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 、いいぜ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 。オッケー、きたー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 けど、きたけど怖い怖い。これどうやっていくんだ。飛べんのか。あーん、うん、くそーくそー、難しいぜこれ落ちたらダメなんじゃない。惜しい。くそー、いやちょっと慎重になりすぎたか。結構いいとこまで行ったのかな。どこまで行ったのか全くわからなかった。とりあえずあれだよね、フラワーを取んないと先に進めないやつ。キノコもね欲しい。オッケー。どこだっけああそうだった、忘れてた。この辺、あ、じゃあここだ。でかいの出てきちゃったよ。散らばるのが嫌ですよね、でかいやつ。はい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 、いけい。フラワーの嵐じゃー、いってまえ、いけい。お、いい感じに。あ、でも最初にあれ倒さなきゃダメか。もうあとは慎重に行くしかないね、タイミング見て。危ねえ。あ、あそこにノコノコがいたんだ本当は。でも
れでしょ、ジャンプこれに乗って大ジャンプできないじゃないか。くそ、え、もうこれ積んだやつ。あーくそー、ちゃんと下に落ちてもいけるようになってるんだ、さすがです。あーやばい、難しい。そんなに難しくないのか。本当だったら割とサクッとクリアできるコースなのかもしれないけども、よいしょ、ここだよね。さすがにもう覚えましたよ。 OK、 まず第一のの難問、難関、よし。うわあ、そうだった。どうしようかな、この上のやつも倒したいな。どうしよう、どうすればいいんだい。できた。ここからは行くしかない。オッケー。そしてですよね、ここだよね問題は。オッケー、オッケー、これはかなり楽になった、楽になった。これ下落ちちゃダメなやつ。うわー、嘘。まさかあんなところに。くそー。確かに意地悪だ。いけそうでいけない。でもフラワー取っとくとかなり楽かもしれない。あー、やっちゃった。フラワーを残してあっちまで行くとハマブロスがかなりやっつけやすいよね。でもシンプルでいて難しい、いいコースですね。よし、期待を期待を、ここまでいいよ。いやー、落ちた。勢い余ってしまった。ひょい。クリアしたいな。結構長いのかなこれ。うわー、ちっちゃくなっちゃったよ。間違えた。よし、いい感じだけど、もう見えないのが怖い。ここはね、安全に行きたいよね。このジャンプしてギリギリ届く絶妙なバランスですよ。危ねー、超危ない。怖い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 、恐ろしい。あのね、これ乗ってジャンプがね本当にできなくて、下手くそで。うわ、まっつい、マジか、どうしよう。もうこれはよし、困ったな。届くかこれ、もう一回こっちか。届かない、よっ。 OK、 OK、 なんとか邪魔なやつを排除した。いい、ダメだ、いけない。いけない。
なんでさっきうまくいったんだ。よいしょ。ジャンプができない。よっ。あれなんで登れないんだ。よし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 、助走つけなきゃダメか。いくぜー。いいよ。あぶねー。来た来た来た、やっと来た。よし、ここからは慎重に。下がないのが分かったので。あー嘘、そうだった。あぶねー。ちょっと、あ、上に行けそう。うわ、行きたいな、上に。これ戻れるかな。なんかありそうだよね。あ、え、なになにここ。あ、しかも超滑るし。あ、やべえ、難しいんじゃねえか、こっちの方が。くっそ、嘘だろ。一番最初に。うわ、最低、行かなきゃよかったやつじゃん。マジかよ。うわー、行かなきゃよかった。登れないしね。くっそ。うわー、今の悔しい。あそこまで行ったのに。なんだよ、上は、上はダメなやつじゃん。上行っちゃダメなんだ。いや、絶対あれ、上行ったらいいことがあると思いますよね、普通に。そういうことか。でもなんかまだまだ先がありそうな感じだったな、あの感じ。オッケー。慎重に行くよ、ここは。でもギリギリ食らわないのかもしれないね、ここ。本当に当たったら厄介だから倒しておきたい、こいつは。よし、いざ行くぜ。オッケー。ここまで来ればもう、もうなんてことないやつ。そしてここにあったよね、こいつのせいで。もうまた、もう前に戻されるという悲劇が起こったので、もう二度と行かない、あそこには。とりあえず見える範囲の敵をひたすらやっつけてから行こう。恐ろしいから。いけるか、そろそろ。よいしょ。よしよし。待って、ここ入れたりとか。でも入ったさ、うわー、まだまだありそうじゃん。どうしよう。おお、なに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 、なにここ、なにここ。ちょっと待って、ちょっと待って、欲しい欲しいけど無理欲しいけど無理。ドン。どうしよう。どうやっていくの、どうやっていくのこれ。あっ、嘘、ひどい、ひどい、これ。何これ、何これ、どうしよう。あ、ヘルメットおじさんのやった。よし、ここまで来たぜ。見えないぜ。で、これで、どうしよう。これですごい気持ちいいことになるんですが、でも暗いそうなので。で、ここがヘルメットおじさんになるんだよね。課金。いや、で、どうやっていくんだこれ。どうやっていくんだ、ヘルメットおじさん。あ、乗れるんだ。乗れる？乗れないよね。
かここ CM で見たことある気がするんですよ。ダメじゃんダメじゃん、にー落ちた。さてここまでやってきました。うわ脱げた、どうしよう。これあれだよね、なんか乗れるんですよね確か。どうやって乗るんだろう。くそ。あ乗れたけど、あしゃがまなきゃダメか。オッケー、しゃがんでこう、なんか不良みたいだね。しゃがんだ姿が。おじさん、あいけたけど、すごい際どい、よいしょ、際どかった。下って言ってるけど下いけないじゃん、なにこれ。うわあいけた、うわー無理だよ、うわー苦手ー。はい、というわけでですね、バカリズムさんのコースはちょっとね最後まで行けなかったんですけど、時間があまりなくなってきてしまったので今回はこの辺にしたいと思います。すいません、最後までクリアしたかったんですけれども収録時間がなくなってきてしまったので今回この辺にしたいと思います。またちょっと他のコースとかも試しに遊んでみ見れたらいいなと思っております。まあ、ちょっとねこうやってクリアできないこともたびたびあるかとは思うんですが、できるだけ頑張りたいと思いますので、皆さんどうぞご視聴よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。皆様ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。パソコンの方はこちらのアイコンをクリック、スマホ携帯の方は画面下のボタンをクリックしてチャンネル登録をお願いいたします。